今回は泣けるマイナーアニメ6選を解説するぜ。知っていたらごめんちゃい。なおネタバレ全開なのでご注意ください。ネタバレがダメな人はここでお別れ。最初は2003年のポポタンだ。恋愛アドベンチャーゲーム原作だが、アニメはオリジナルストーリーになっているぜ。これシャフト制作なんだ。辛坊昭之さんが来る前だからシャフト演出はないみたいだけど。なお原作 OP のこの絵にウッフッフーマウマーという空耳をつけた動画が昔流行ったのだが、アニメの OP にはこのシーンはない。はぁ？このアニメは一定期間ごとに数年後の未来に移動する謎の洋館に住む、アイマイミーの三姉妹の物語だ。タイムリープものなんだ。そのため、次女のマイは学校に行くものの、クラスメイトとすぐに別れることになるので友達を作ろうとしない。最初から学校に行かなければいいんじゃ。それでもマイと仲良くしてくれること、マイは涙の別れを繰り返してきた。悲しい運命だね。ところが5話で、マイと姉妹の世話をしているメイドロボのメアーが、洋館が未来に移動するときに外にいたせいで、その時代に取り残されてしまう。ええー、大変や、キテレツ大百科の過去に取り残された栄一くん状態やん。6話、マイが取り残されてショックを受けるアイトミー。そんな、再びマイちゃんに会うことはできるの？捨てられていた新聞から5年後に飛ばされたと知るアイ。ただ幸いにも、移動地点はマイと同じだった。それならまた会える？そこでアイトミーはマイの行方を探すのだった。猫に聞くんかい。一方、長い髪の少女は突然現れた洋館に驚くのだった。あ、その少女は、帰ってきたアイトミーを待っていた。これは、彼女は、5年間この街で暮らしてきたマイだった。無事だったー。そしてマイは姉妹と涙の再会を果たしたのだった。よかったねー。てか、マイは5年ぶりだけど、ミーは1日ぶりに過ぎないんだが、しかし、この街でメアーに助けられながら高校や大学まで通って親友もできたマイは、ここに残るというのだった。それは、その方がマイちゃんにとって幸せなら。ところが三姉妹は洋館から離れると、体が全く成長しないのだった。マイはウィッグをかぶって周りにごまかしていた。そんな、普通の人として生きられないと悟ったマイは、また姉妹と一緒に時空の旅を続けることにしたのだった。マイちゃーん。この後も序盤で会った人たちが未来で姉妹の運命に関わってきたりと、感動ストーリーが続き、私は花田十喜さんのオリジナルストーリーのアニメで最高傑作だと思うぜ。つーか花田先生、舞ちゃんいじめすぎだろ。でも結局、洋館の謎はわからずに終わるので、そこがダメだという人もいるけどね。やっぱりいつもの花田先生クオリティなんだね。次は2009年の小鳩だ。クランプ原作の、人の心を癒す少女が主人公のファンタジーだぜ。花沢香菜さんが主人公役。23話。主人公の花と小鳩の目的は、人の心のかけらのコンペイトーを瓶いっぱいに集めることだが、期限が来ても集まらなかった。そして住んでいたアパートを去ってしまう。にクールだよね、バッドエンドなの？いなくなった小鳩を探して駆けつけた藤本清和に、小鳩は初めて帽子を取る。小鳩はこの世界の人ではなく、別世界で亡くなった存在で、時を超えて復活する契約のため、コンペイトー集めをしていた。幽霊みたいな感じだったのを。コンペイトーが集まらず消える前に、小鳩は清和に、あなたは私の大切な人、これからもずっとと告白をする。小鳩ちゃん。すると清和の心からコンペイトーが現れ、小鳩の瓶をいっぱいに満たした。これで契約は成立する。え、なんだ、普通にハッピーエンドじゃん。これで終わりだと思う？クランプを舐めるなよ。え、だってコンペイトーが集まったから願いが叶うんでしょ？だが小鳩の契約の願いは行きたかったところに行くであり、天界の使者は契約の変更を認めなかった。あんたも宮廷の先輩かよ。契約が成立した小鳩は行くべきところに行ってしまい、清和の前から消えてしまった。融通が効かなすぎるだろう。最後の24話。小鳩の存在はこの世界から消えてしまうが、清和は残ったコンペイトーを拾い小鳩を思い出した。清和は天界人の琥珀から、小鳩が転生しても同じ魂だから、また惹かれ合って会えるかもしれないと言われるのだった。琥珀は斎藤千和さんか、久兵衛みたいなやつと縁がある声優さんだな。数年後、清和は大学を出て弁護士になっていた。弁護士バッチ。ある日、遺産相続の案件で清和が会った相続者の少女は、転生した小鳩だった。やったー。だがその小鳩はあくまでも別人であり、清和のことは覚えていなかった。そんな、清和が彼女にコンペイトーを渡し、小鳩が好きだった歌を歌ってもらうと、コンペイトーが激しい光を放った。おう？彼女は、私の行きたい場所、一番そばにいたい人のいるところ。ただいまですと小鳩の記憶を取り戻したのだった。おっしゃー。清和は何年も待たせやがって、大遅刻だなと答えたのだった。このイケメンメガネ野郎がー。めでたしめでたし。よくある終わり方だけど終盤は完成度が高く、悪名高い白熊カフェの監督作品と思えないぜ。
キャラデザもクランプ作品の中では癖が少なくていい感じかな。次は2012年の黄昏乙女アムネジアだぜ。ホラー要素もある幽霊少女とのラブコメだ。揺らぎそうのゆうなさんの先輩。いろいろあって最後の12話。主人公の定一と幽霊の優子は、校内デートを楽しんでいた。爆発しろ。ところが優子が定一に手作り弁当を食べさせようとすると、優子の体の一部が消えてしまう。え、おい、やめろよ。夕方になって優子は、この世の未練がなくなったから自分は消えてしまう。だから別れようと定一に言う。そんな、しかし定一は、優子が消える最後の時まで一緒にいる、優子を愛しているからと思いを伝えた。それが男や。優子は定一に早く自分を忘れてほしいのでは言ったが、定一の思いを受け入れた。優子ちゃん、ええ女や。優子の体は消えていき、声も聞こえなくなり、二人は筆談で会話をする。ただ悲しい。そして優子が消える寸前に、二人は初めてのキスを交わし、優子は消えてしまった。うわぁーん。元シャフトの大沼新監督の会心の演出、作画、演技、音楽、すべてが完璧で最高の出来だったぜ。さすがはやめてシャフトを傾かせた男。ところが、え？キスをしたので優子は定位置への未練が残って、すぐ復活しました。終わり。なんじゃそりゃー、感動を返せよー。普通は復活は数年後とか、代償があるとかするよなー。バッドエンド回避すりゃいいってものでも。次は2013年のプピポーだ。ハイスコアガールの原作者の初のアニメ化作品だぜ。へぇ、ハイスコが最初じゃなかったんだ。主人公の霊が見える体質の姫路若葉は、ある日奇妙な生き物を拾い、坊ちゃんと名付けた。お化けの九太郎の王次郎みたいだね。坊ちゃんは若葉によく懐き、悪霊を吸い込んで倒して若葉を守ってくれる。坊ちゃん偉い。坊ちゃんは高い戦闘能力で悪霊を倒してくれるが、若葉は坊ちゃんが幼い赤ちゃんのように感じた。坊ちゃん、何者？若葉は自分と同じく霊が見える結城直哉に出会った。直哉は若葉以上にその能力に苦しんでいた。イケメンや。若葉と直哉は霊能力を捨てられると言われる、忘却の最果てに旅立つのだった。超展開。そして二人は天性の泉の水の中で、自分たちの未来を見ることになる。若葉と直哉は大人になって、結ばれる運命だった。やっぱりそうなのー。若葉は直哉の子供を見ごもるのだが。そういう方向に話が行くの。霊能力者の二人の子供は悪霊に狙われ、体内にいる間に命を奪われてしまう。何しやがるてめえ。二人の子は忘却の最果てで異様の姿になり、母に会うために過去に遡って若葉に出会ったのだった。衝撃の事実。二人は悲劇を生む霊能力を捨てて現世に帰ることにするが、未来改変前に生まれた坊ちゃんは消えるしかなかった。坊ちゃん。坊ちゃんの、ママ、という最後の言葉に、若葉は涙するしかなかった。坊ちゃーん。二人は普通の子供に戻った。霊能力を捨てたがっていた直哉に若葉は巻き込まれる形になり、坊ちゃんと別れる結果になったことを、直哉は若葉に謝った。若葉ちゃん、未来の旦那を気にかけて、ついて行っちゃった感あるね。すると若葉は坊ちゃんは未来で待ってる、そうだよねと直哉に答え、直哉は赤面するのだった。おい、落ち着けんな、まだ小学生やろがい。坊ちゃんの正体の伏線も何度かあって、ショートアニメだけどよくまとまっているぜ。さすが押切先生は天才や、なぜ最後だけママと言ったのかはちょっとあれだけど。次は2014年のマジモジルルモだ。クールな性格の魔女とエロい男子高校生のギャグアニメだぜ。弱虫ペダルと同じ原作者なんだ。芝木浩太は魔女のルルモと、チケットを消費することで、望んだ魔法を使ってもらえる契約を結んでいる。ルルモ役は三森すず子さん。このアニメは5話までのラッキースケベ満載のドタバタギャグが不評で、見るのをやめる人が続出したと思われる。この頃からすでにそういうのが流行らなくなってきてたか。だがこの6話の雨の日の事件は感動会なんだぜ。JC スタッフの本気を見せてもらおう。コウタはある日、捨てられた3匹の子猫を拾った。結果欄飼い主だ。ルルモは3匹を殺、人、事件と名付けた。どういうネーミングセンスや。白猫の事件は転ぶことが多く、コウタはルルモみたいだなと笑う。ドジっ子な魔女っ子。コウタの家は母親が動物が苦手で飼えないので、3匹の里親を探し始める。お、エロいだけじゃないんやな。事件はとても賢く、コウタがチケットを落としたのを教えてくれたりする。ええ子や。最初に事件の里親が決まったのだが、ある日、3匹は雨で体が冷えて具合が悪くなってしまう。やばい。コウタは3匹を抱えて動物病院に走る。早い急げ。すると突然、事件が飛び出した。ええ、なんでよ。事件はコウタがチケットを落としたのを教えてくれたのだった。こんな時にまで。そしてそのまま、事件は倒れてしまった。ええ、コウタはチケットを使って回復魔法を発動しようとする。チケットがなくなるとコウタは命を落とすが、それを分かった上で。なんだよそのうろぶち源さんも真っ青な鬼畜設定。
しかし魔法は発動しない。コウタは追いついたルルモを問い詰める。するとルルモは言った。魔法は、死んだ者には効かない、と。そんなルルモは事件がもともと体が弱いことに気づいていたが、コウタと出会って事件は幸せだったと思うと慰めた。事件？コウタは事件を手厚く葬った。その後、サツと人は無事に里親が見つかった。事件がなくなった後、セリフも音楽もない演出が、余韻があって素晴らしいんだよな。この頃の JC スタッフはまだ力があったんだね。まあ動物を使って泣かせるのは卑怯とは言われたけど。フランダースの犬の頃から鉄板だね。最後は2015年の霊感だ。霊が見える女子高生のちょっとホラー要素もある感動ものだぜ。木戸伊吹さん主演アニメ、原作は放文社だけどキララじゃないんだ。最も泣けるとされるのは8話だろう。ある日主人公の天海響の教室に、少女の幽霊が現れた。幽霊っ子の声優は、とっとこハム太郎の間宮くるみさんなのだ。少女は言葉が喋れないので、響とその友人たちは少女に言葉を教えていった。スマホのカメラ越しなら常人でも見える設定なんだ。少女は結婚を控えている男性教師のモリアを見ると、嬉しそうにする。少女はモリアとおままごとをして遊んだ。モリアは少女を見ると懐かしい気持ちになるという。モリアと婚約している木村先生は少女の写真を見て、モリアが子供の頃入院した時に一緒になった少女だという。やはり幼馴染か。響は少女にずっといてほしいというが、モリアと遊んで未練がなくなった少女は、さよならと言って消えてしまう。そんな、さっきの優子さんみたいに響が心残りにならなかったのか。ところがモリアの結婚式の当日、少女は再び現れた。見える、モリアの目にも見えるぞ。モリアは少女と、大人になったらもう一度会おうと約束したことを思い出した。約束守れなくてごめんね。でも、モリア大好き、さよなら、と言って、少女は消えてしまった。幽霊ちゃん、でも、モリアに未練を残したのはこの子も女だったのかな。花嫁の木村がブーケトスをすると、ブーケは実体と霊体に分かれ、霊体は天に昇っていった。いい演出、幽霊ちゃんもどこかで幸せに。響の親友のなるみはさよならなんて言葉を教えなければよかったと泣くが、響はありがとうとも言ってくれましたと慰めるのだった。なるみちゃんを演じている伊藤美久さんはこの後売れまくったけど、今の木戸ちゃんは、というわけでこの回を見て号泣したという人が続出したぜ。木戸ちゃんが主人公のアニメは全部く、というのは嘘だったのか。以上、泣けるマイナーアニメ6選を解説したぜ。泣かせるには押し切り先生みたいに意表をつくのもいいけど、演出や声優さんの演技や音楽も重要なんだろうね。そうだなぁ、近年は泣けるアニメがないけど、グローバル化を意識しすぎな気もするぜ。日本人が泣けるものが外国の人にとってもそうだろうか、ってのがあるんだろうね。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価をお願いします。全くグローバル化してないチャンネルだけどよろしく。一回だけ海外の人のコメントがあってビビったな。それではまた次の動画で。